做喺呢個 game 入邊啦。今回の作品に何か新しいフィーチャーズとか要素を加えたポイントをもしあったら教えていただきたいです。はい、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、ゲーム性を重視したデザインというか、長く遊んでもらうために、今回は敵兵のバリエーションもたくさん書きましたし、メカにしてもある秘密、まあ、プレイされた方は分かると思うんですけども、秘密が隠されています。なので、デザイン面、あとゲームのグラフィック面に関しても、PSP の機能を十分に使った、最高のグラフィックを目指して、作りました。咁正話都有講過啦，佢咧因為咧 PSP 嘅即係 hardware 嘅性能咧係比 PS3 差啦，所以咧佢就會即係加強響 game 嘅故事性嗰方面嘅因素啦，可以俾啲 fans 咧。这個遊戲可以即係長時間去玩，長時間去享受呢個遊戲啦。咁仲有咧，當然有好多嘅因素，即係病響藏響呢個遊戲入邊嘅，更加即係會玩呢個遊戲嗰時更加有趣咁樣啦。所以其他啲譬如講響 design 嗰方面咧 ，graphic 方面咧，當然啦，呢方面咧係盡量配合 PS 咧嚟即係做出表現出最高嘅呢個 quality 出嚟嘅。呢方面等等嘅因素咧，都係好特別噶啦。咁啊，好體貼啦，兩位老師都。另外咧，就要問翻小島壽夫先生啦。歡迎你，歡迎你。點解今次 Metal Gear Solid Peace Walker 會同呢個 Monster Hunter 仲有 Assassin's Creed 做一個咁特別嘅 crossover 咧？今回の作品でどうして、まあどういうきっかけで理由で Monster Hunter と Assassin's Creed のまあコラボを始まったんでしょうか。Monster Hunter に関してはですね、チームとすごく仲が良くてですね、5年ぐらい前から、何かコラボレーションできないというか、モンスターハンターのチームとすごく仲が良かったです。で5年ぐらい前から、コラボレーションしたいっていう話がありまして、で今回、ようやくそれができたと思います。其实ね、他本人ね、就跟モンスターハンターの開発チームね、是好朋友来的，经常去玩的，所以其实在5年前呢，你哋都有傾過噶，我哋睇下點樣可以合作啦。咁終於等到5年後咧，你響呢個作品咧可以實現呢個同 Monster Hunter Team 一齊開發合作嘅呢個機會咯。で、Assassin's Creed は前作も MGS4 でコラボをやりまして、で今回2回目なんで、まあ彼とも仲がいいので、ビジネスというよりはやっぱりチーム同士で、お互い尊敬し合ってますので、まあユーザーの皆さんに驚いて。衰えてほしいというのがありますので、まあ、そういう意図でコラボレーションをしてます。咁同 Assassin's Creed 咧呢個合作咧，其實呢一次係第一次噶啦。咁咧呢啲合作咧，都唔係因為真係要係賣得更加好啊，或者係因為 business 嘅因素噶，真係單純嘅，因為我同佢哋嘅 team 啦，所以 Assassin's Creed 呢個 team 咧，開發 team 咧，我都係好朋友嚟噶，所以真係響朋友呢啲關係上咧，傾到真係可以。合作響製作啲新作品入邊啦，識多啲好朋友都幾好喎！即係我哋嚟緊都可以有多啲嘅 game 玩啦。最後啦 ，last but not least， 我哋問下新川陽師先生啦。請教陳西哥，陳師傅，我想問下呢個 Metal Gear Solid Peace Walker， 咁呢個咁好玩遊戲，其實你玩得叻唔叻嘅咧？で、陳教授に、まあこの作品のプレイに陳教授は得意でしょうか？ゲームのプレイか。ゲームのプレイ。はい。そうですね、バグチェックって言って、どうしてもゲーム開発の最後に、すごい長い間プレイをしないといけないんですけども、これはどのぐらいやったかな、もう1ヶ月、2ヶ月ずっとプレイしてるので、もうめちゃめちゃうまいです。ほとんど のステージで S ランク取りました。S ランクで、はい、わかりました。当然啦，点解咧？因为咧，正式只系发售或者系印呢个碟之前咧，佢哋需要 check 个 bug 噶嘛。咁因为要 check 个 bug 咧，一至两个月嘅时间，每日都系一直要 test 呢个游戏啊，所以一直玩啦。所以好自然咧，我系非常之强噶咯。所以咧，而家咧系 S rank 真系好简单可以 clear 到你噶啦。阿杜，开心啫嘛。対戦プレイもできるんですけども、はい、で監督と一緒に対戦してて、はい、で僕監督を何回も打ち殺しちゃって後で怒られました。なるほど。仲有咧，因為 PSP 呢個名的Peace Walker 咧，可以即係對戰啊嘛，有對戰呢個功能嘛。咁其實響 testing 嗰陣時咧，
咁都有同即係小島監督咧一齊對戰噶啦。咁咧有乜對戰嗰度啊？我其實都有即係殺咗監督咧好多次噶。咁之後每一次咧，每一次咧都要俾小島監督留我啦。點解你殺死我係咯？僕はゲームを作るゲームデザイナーなので半年ぐらい前からですね、まだゲームができてない調整されてないところからもやってるので結構うまいんですなんですけど対戦はあんまりやってないのでヘッドショットを食らいましたなるほど、咁佢咧因為咧其實響嗰階嗰個時候咧佢仲未適應咧即係對戰呢個遊戲呢個模式咧咁因為佢注重有啲係 standalone 嘅 play 嗰度咯所以咧但係咧其實佢自己咧覺得咧已經是很強的了但因為對戰就是未適應所以就輸了給你即是有這個藉口了すごいですね現在すごいね在這個 game 裡面原來都很厲害發明那個未必都是打得最厲害的那個好、謝謝兩位謝謝兩位老師 Thank you very much 是的已經解答了你的問題了 OK 難得兩位老師來到香港呢當然呢就是不會就咁樣答完大家問題就走噶嘛，因為其實佢哋兩位都準備咗好多嘅禮物啦，準備。